めゆかりご飯チャンネルのゆかりです。このチャンネルでは時間をかけずに美味しい料理を作りたいという方のための楽うまレシピをご紹介しています。今回は春のおうちカフェにおすすめのいちごを使って作るいちごレモネードのレシピをご紹介します。こちら材料4つでとても簡単に作れるんですけど、もうまるでカフェのようなとっても美味しいレモネードを作りますので、ぜひ作ってみていただけたらと思います。材料はこちらです。包丁で取っていきます。この後お砂糖だったりとか甘みを加えていきますので、結構こういう白い部分にも甘さ浸透しますので、そんなに取りすぎなくて大丈夫です。いちごのヘタを取ったら縦半分に切ります。断面がまた可愛いんですよね。はい、でいちごを切ったら煮沸消毒か、もしくはアルコールで消毒した保存容器に入れていきます。もうこれだけで可愛い。ここにですね、お砂糖、レモネードって結構この後入れるこのレモンが酸っぱいですので、甘さを入れてあげないと本当にただただ酸っぱい飲み物が完成するんですよ。なのでここでしっかり甘みを加えます。蜂蜜も入れます。で、私レモネードを作るときは基本的に砂糖と蜂蜜を組み合わせるようにしてるんですけど、これらを組み合わせることによって複雑な甘みが加わって美味しくなります。年齢によってはお子さんだったりとか蜂蜜取れないよっていう方もいますし、そもそも蜂蜜ないよという方は砂糖だけで作っても美味しく作れます。あとは蜂蜜の代わりにメープルシロップで作ってもなかなか美味しいです。これらを入れたら先にわーっと全体に絡めます。ここにレモン汁です。わー、あとは混ぜ合わせてこちらを冷蔵庫に一晩置けば完成です。一晩置くことによってこのレモン汁やお砂糖、蜂蜜などがいちごに馴染んで、いちごそのものも美味しく食べられます。おやつを届けに来ました。わーい、いちごレモネードです。めっちゃ美味しい。でもいちごにも甘みついてますもん、ね。あ、そうですね。一晩置くことでいちごに甘みついてますね。甘みは蜂蜜と砂糖でつけました。うん、甘いの好きな方はもうちょっと足していただいても。確かに。うん、甘いのなんで蜂蜜足したいかも。あ、いいですね。すごいさっぱりしますよね、レモネード。シュパーンってやね。美味しそうだなと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。